パリーグソフトバンク西部、29日、福岡ペーペードーム。ソフトバンク、近藤健介外野手が、本塁打大争いでリーグトップを捉えた。0対0の6回一し、西部、今井の141キロスライダーをバックスクリーン右に運んだ。2試合ぶりの一発は25号先制ソロ。 5回まで両軍1安打無得点という投手戦を動かしたのは4番のバットだった。とにかく自分のバッティングをしようと集中しました。大事な先制点を取る一本となってよかったです。負けられない試合が続きますが、まず今日の試合を勝てるように頑張ります、と近藤。これで浅村、楽天、ポランコ、ロッテ、万波、日本ハム、と並ぶ25本塁だ。 打点もリーグ独走の85打点、打率でも3割7輪でトップのトングー、オリックスに接近しており、三冠王が現実味を帯びて。